こんにちは。あ、すごい髪切りました。どうでしょう、結構さっぱりしたと思いますけど、まあ、昨日練習して、まあ、正直こう練習の強度っていうのはそこまで高くないけど、まあ内容もしっかり集中してねやることをやれたかなとは思いますし、試合に向けてという感じにはなります。まあ今日は、明日がね試合なので、分析の動画見てでパッとやったこと終わりだと思いますけど、サッカーダンキーのルナスさんの方とね一緒にお話ししましたけど、まあ、こっちでね来年かに開催される大会があるんですけど、その大会でなんか招待できないかなと思ってて、まあ、サッカージャンキーとうまくコラボしてて話はしましたけど、チームあの大会の、ね、本部の方に、まあ、参加費であったりとかいろいろもろもろ聞いてるんですけど、まあ、出てくるチームが結構いいので、こうビッグな名前ばっかなので日本のチームが参加できたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかなとは思ってる感じです。まあどうなるかは見てみましょうという感じにはなります。まあ試合に向けてね、もう僕が残りできることはしっかりとコンディション合わせることだし、試合に出ようが出まいがね、しっかりとチームのね勝ちのためにいい準備していいプレーしてというだけなので、今日の練習ラストですけどね、しっかりとプレーして、スタメンで出れるようにね、ラストのアピールの場だからね頑張っていきたいなと思います。まあ、そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。では明日は、試合の抱負を話したいと思います。ではまた。You're alone in the jungle now. You wanna make a fire, but don't know how.